新型コロナウイルスの影響で国際線の大幅な減便が続く中、全日空は需要が回復し国際線を再開する場合、羽田発着の便を優先させる方針であることが分かりました。全日空の国際線は現在、関西中部の全便が運休しています。来月は19日現在、羽田で87%減、 成田も80%減で、合わせて800便の運行にとどまっています。関係者によりますと、新型コロナの影響で収益が落ち込む中、今後、運休路線を再開するなど国際線を増やす場合は、収益性の高い羽田発着の便を優先させるということです。成田、関西、中部の運行便数については、 需要の回復に応じて検討するということです。